これはね、タセットとかタチェットとかって言うんですけど、小休止とか、ブレイクとか、ちょっとお休みするっていうことなんですよ。なので、これは、ここの時には、伴奏は、つけないでくださいねっていう、印なんですよね。1、2、3、1と1、2、3みたいな、その溜めていく感じがやっぱり必要なので、ちょっと2カッコのところから弾いてみます。これで伴奏はやっぱり止まった方がいいんじゃないかなって思いますよ。これワルツで、ワルツは男の人と女の人、ね、が踊るダンス、男同士で踊らない、女の人と男の人がこう向かい合って、まあ、会話っていうか、もししてるとしたら、女の人が弾いたら男の人は話をしてるみたいな。